10年後の日本、 AI が全国民の個人情報と健康を管理する社会。のぞみは人を助けるための AI です。 AI がなんで言うことを聞かない。突如暴走を始めた AI が価値のない人間を選別して殺戮を開始する。生活の中に入り込んだ AI が本当の暴走を始めたら人間はあっという間に殺される。うちのセキュリティが破られるなんてありえないだろう。被疑者特定。まさか桐生さん。マルヒ桐生康介。誰かが俺をハメを出してる。いつか認可が降りて苦しんでるたくさんの人を救う日が来ますように。 AI 暴走の謎を解くため決死の逃亡劇が始まる。俺は何もやってない。サイバー犯罪対策課解析を。はい、はい、出頭してください。刑事の本分を思い出せ。待ちなさい。国家をも揺るがすテロ事件だ。一刻も早く被疑者を逮捕しろ。被疑者を発見しました。追い詰められる中明らかになる真実。 AI はなぜ暴走したのか。あと6時間で殺戮が始まるってことですか。これからもっと最悪なことになる。止まらない崩壊、衝撃の結末。いけー、読むんだ。 AI 崩壊。